ウクライナとの和平交渉に根拠なし、クレムリン。ロシア大統領府、クレムリンのペスコフ報道官は20日、ロシアとウクライナの和平交渉には現在のところ根拠がなく、ウクライナが提案した和平案はロシアを排除した不合理なものと述べた。記者団に対し、英国はロシアによるウクライナ侵攻直後にウクライナに圧力をかけ、和平案を拒絶させ、2022年の和平協定の可能性を潰したと指摘。その後、交渉の前提条件はなくなり、ウクライナがロシア側との交渉を法的に禁止した後は前提条件はさらに少なくなったとした。ウクライナのゼレンスキー大統領は22年10月、同国東、南部4州を一方的に併合したロシアのプーチン大統領と今後協議することを不可能とする法令に署名した。ペスコフ氏は、ゼレンスキー氏の平和の公式として知られる和平案は、ロシアの関与なしに和平を見出そうとするもので、欠陥があると主張。控えめに言っても、これは不合理なプロセスだ、とした。プーチン氏、独オーストリア社の権益押収命じる、ガス事業をめぐり、ロシアのプーチン大統領は同国の北極圏におけるガス採掘プロジェクトをめぐり、数十億ドル規模の権益をドイツのウィンターシャル DEA とオーストリアの OMV から剥奪するよう命じた。19日夜に公表された大統領令によると、両社が保有するユジノルスコエフィールドとアチモフプロジェクトの権益は新たに設立されたロシア企業に移される。大統領令は、ロシア資産に関して西側諸国の違法かつ非友好的な行動を受ける中で国益を守るための措置と説明。ウクライナ侵攻後、ロシアにおける外国資産の押収としては最大となった。ウィンターシャル DEA は、毒化学品大手 BASF とロシア富豪ミハイル・フリドマン氏の投資会社レターワンとの合弁会社で、ロシアからの撤退を進めている。OMV は昨年撤退した。今回の大統領令は、BASF とウィンターシャル DEA が1月以来表明してきた支配権の喪失を正式に裏付けるものとなる。西側諸国、ロシア資産2600億ユーロを凍結。欧州連合、EU、加盟国によるロシア資産の差し押さえが深刻な結果を招き、ユーロに対する信頼毀損が懸念されると、英紙フィナンシャルタイムズ、FT が20日付で報道した。同紙は EU 執行委員会の文書を引用し、G7、先進主要7カ国と EU、オーストラリアが2022年にロシア中央銀行の資産約2600億ユーロ、40兆8300億円を凍結した。このうち EU が2100億ユーロで圧倒的だと報じた。また、EU が凍結した2100億ユーロのうち、1900億ユーロは世界最大の決済及び国際決済機関の一つ、ベルギーのユーロクリアの口座にある、とも伝えた。国別のロシア資産凍結は、フランス190億ユーロ、米国46億ユーロ、ドイツ2億1000万ユーロの順となっている。今年10月末現在、ユーロクリアは2023年に9ヶ月間の制裁を受けたロシア資産に投資し、約30億ユーロの利子を稼いだと言われる。ロシア凍結資産は2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシアに非友好的な西側諸国がロシア、ロシア人、ロシアの組織に対して制裁を加え、凍結されたものだ。米国は凍結された資産の没収を公に指示してはいないが、これを正当化している。米高官がこのほど作成したある G7 討論文書では、ロシア資産凍結は、ロシアがウクライナに対する攻撃を中止するよう奨励する国際法に基づいて許容されている対応措置だと説明している。また、差し押さえられた資産が世界銀行や欧州復興開発銀行を通じてウクライナに移転することも可能だと提案した。これは、ロシアが国際法に基づき、ウクライナ侵攻に対して結局は支払わなければならないウクライナに対する保証だとみなしているからだ。同氏はしかし、ロシア資産没収には法的結果が伴うと指摘している。ロシア中央銀行の資産は国際法によって保護されており、この原則に挑む行為は金融システムに深刻な結果を招くと受け止めている。EU 関係者は、すべての主要ユーロ建て経済はユーロ、外国人投資、ユーロ生産に対する潜在的な影響のため、この問題に非常に慎重にアプローチしている、と語った。事実、
G7 諸国の間でも合意を模索しているが、フランス、ドイツ、イタリアは非常に慎重なアプローチ姿勢をとっている。これに対してロシアのアントン・シルアノフ財務相は、ロシアは西側の制裁圧力に対処するだろう、 EU と西側諸国は凍結したロシア資産の没収に対する法的条件を整えるため努力していると強調した。 EU 裁判所、ロシア富豪アブラモビッチの訴え棄却、制裁は正当。欧州連合、 EU 司法裁判所の一般裁判所は20日、ロシアのウクライナ侵攻をめぐって課された EU の制裁に異議を唱えていたロシアの大富豪ロマン・アブラモビッチの訴えを棄却した。ルクセンブルクにある同裁判所は、アブラモビッチがロシアで最も多くの税金を納めている企業の一つである鉄鋼大手エブラスの大株主であることから、EU がアブラモビッチを影響力のある実業家として制裁対象に加えたのは正当だと判断。アブラモビッチの資産を凍結し、EU 域内への渡航を禁止する制裁を指示した。また、制裁は自身の権利を侵害しているというアブラモビッチの主張を退けるとともに、風評被害に対する損害賠償請求も棄却した。ロイター通信によると、原告の代理人は、アブラモビッチが判決に失望していると説明。ロシアを含むいかなる政府の意思決定にも影響を与える能力はなく、ウクライナ戦争から利益を得たことなど断じてないと言明し、アブラモビッチがロシア政府から恩恵を受けたという考えを否定した。今回の判決を不服として上訴することもできるが、アブラモビッチの今後の対応については今のところ分かっていない。代理人は、EU 理事会が提示したアブラモビッチの制裁対象入りを支持する複数の論点について裁判所は考慮していないと指摘した。アブラモビッチ氏に対する制裁を維持するという裁判所の決定は、裁判所が純粋にアブラモビッチ氏をロシアの実業家と定義したことに基づいている。これは今日の極めて広範な EU 規制の下では、たとえ戦争とは無関係の事業部門の単なる受動的株主に過ぎなかったとしても、制裁を継続するには十分だということだ。アブラモビッチはウクライナ侵攻をめぐり EU を含む西側諸国から制裁を受けた数多くのロシアの著名人の一人だ。西側の政府が科す制裁の多くは渡航禁止や資産凍結を含んでおり、ロシアの要人に対する圧力を強め、同国政府の財源を締め付けることを目的としている。 EU は制裁を科した際、アブラモビッチはロシアを代表する実業家であるとともに、ロシア連邦政府の実質的な収入源だと指摘。さらに、アブラモビッチはクリミア併合やウクライナの不安定化に責任を負うロシアの意思決定者とのつながり、とりわけウラジーミル・プーチン大統領との長く密接な関係から利益を得ており、それによってかなりの富を維持することができたと主張した。アブラモビッチはプーチン大統領が推し進めるウクライナ侵攻から利益を得ていることを強く否定しているが、A政府からも標的にされ、最終的には20年近く所有していた A サッカープレミアリーグの強豪チェルシーの売却を余儀なくされた。フォーブスは、アブラモビッチとその家族が所有する資産額を90億ドル、約1兆3000億円相当と推定している。資産の多くは鉄鋼大手エブラスと金属大手ノリリスク・ニッケルへの出資から得られるもので、アブラモビッチはロシアで最も裕福な人物の一人となっている。米 NATO 大使単独インタビュー、2カ国を支援する義務、実行能力もある。ウクライナ、イスラエルに対し支援継続の意向。アメリカの NATO 大使が JNN の単独インタビューに応じ、アメリカはウクライナだけでなく戦闘中のイスラエルに対しても支援を続ける能力があると強調しました。アメリカ、ジュリアン・スミス NATO 大使、アメリカにはこの2カ国を支援する義務があるだけでなく、それを実行する能力もあります。ロシアによる侵攻が続くウクライナへの支援をめぐり、アメリカで予算の枯渇が迫るなど欧米を中心に支援疲れが指摘されています。しかし、アメリカの NATO 北大西洋条約機構大使はウクライナだけでなく、イスラム組織ハマスとの戦闘を続けるイスラエルに対しても同時並行で軍事支援を継続するよう目指すバイデン政権の意向について強調しました。アメリカ、ジュリアン・スミス NATO 大使、両国を同時に支援し続けるために必要なリソースの確保に向け議会と調整しています。
また検討されている NATO の東京連絡事務所の開設計画については明言を避け、日本に対して中国、ロシア、北朝鮮、イランなどの脅威に共同で対応できるようにしたいとの考えを示しました。